い、どうも、フェイです。今日は久しぶりにエイリアンアイソレーションの続きをやっていこうと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、最近楽しい GTA をやって明るいゲームをやってたんですが、またこの地獄に帰ってきました。ちょっとね、操作もちょっと忘れ気味なので、久しぶりにやっていこうと思いますよ。あ、なんかいるね。あ、今反応あったけど。大丈夫？ダクトっぽい。うん、ダクトですね。行きましょう。あー、またここ帰ってきちゃった。もう何も見えない、何も見えない。あー、もうやだ。あ、なにあれ、あそこ明るい。え、なに、道ある。あ、なんか落ちてる。発煙筒持ってる。発煙筒さ、俺アホほど持ってるんじゃないかな、これ。ちょっと一本使おうかね。いっぱい持ってんだ俺。これ使った瞬間にエイリアにウキャーってやられたりしなければいい。え、なんかこれ発煙筒使ってるとこのもしかしておかしくなる。あ、でもこういうとこで使うんだな。これでも映画のシーンっぽいね、なんかね。いや、でも普通に考えたら危ないよね。あ、なんか揺れてる。わあ、ちょっとやっぱ乱れちゃうんだこれ。マジかよ。ちょっとこれ接着剤ここに置いとこう。えい、この先はちょっとね、使わない方がいいよきっと。反応は、あ、なんかいるな。割と近いぞ、しかも何の反応だろう。今降りたらまずいか。うわ、近い近い近い。見えない。なんかいる。なんかエイリアンではない感じがするけどね。何も見えない。降りちゃうか。降りちゃう、降りちゃう。いい。There's a piece missing.わ、人、え、アンドロイドかな。アンドロイドっぽいな。なるほど、ここのシリンダー。おお、セーブ、オッケーオッケー。セーブー、大好き、セーブー。これでしばらく無理ができる。あれ、何、人、人だな。人間っぽいな。ここにダクトがある。人間か、久しぶりだな、人間とか。あ、ダクトの中がそもそも見られるのか。そっか。これちょっとあれ使おうか、また。ほんとね、ちょっと俺アイテム使わなすぎて、すげえなんか無駄にしてるからさ。一瞬で終わった。マジか。左にいるな。これ邪魔だな。邪魔だった。はい。いっぱいいるな、おい。わわわ、見つかりそう。え、見つかってないのこれ。なんか倒れてるように見えたね、人が。人か何かが。これ渡れるか。行っちゃうよ。行ってる行ってる、行けてる。うわ、やばい、行き止まりだった。こっち来てね。この辺にいいんだよな。この壁裏に多分一人いるよね、これ。それっていけねえんだけど。そんな時のノイズメーカーかな。あ、あ。余計な音立てなくない。あ、でも今ので行ったのかな。
いっちゃ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 、いけるときに行くのよ。合ってるのかは知らないけどね。このゲーム小声になっちゃう。うわ、道が全然わかんない。これ何、これ、これ違う、行き先が全然わかんない。あ、前から一人来てる。セーブしたい、セーブしたい。セーブ、セーブプリーズ。2本に1回セーブしたい、2本に1回。ここは？あ、なにこれ、暗い。こっちかな？後ろにいるな、人が。おおお、なんか来たぞ。センサー、アルコール、パソコン発見。いじっちゃいますよこれね。パソコンいじってる時でも襲われるんだよね、このゲーム。マジ恐ろしいことにさ、一回これいじってる時食われたから。ファイルアクセス不能、共にある明日。ああ、なんか植民に関することとか書いてあるね。読んでみましょうか。驚異的な成長。シーク&サンは植民拡大の屋台骨となり、新宇宙へ人類を誘う信頼性の高い部品を供給した。これによりシーク&サンは規模を拡大し、2066年までにロンドン、ベイノスアイレス、長崎、月面のシカードバーゲンティンフロンティアに広大な製造工場を有するに至ったと。2071年にシーグー一族の持ち株を買い取ったが、依然として飛躍的な拡大を続けていた。頭の固いライバル企業はシーク&サンが自動車産業、化学産業、教育設備、建築資材など得意な様々な分野で業界トップに躍り出るのを羨ましげに眺めていた事実をここに明記。へえ。前世紀の終盤にかけ、シーク&サンはシーグソンと名をかけ、未来に変えた、シーグソンの名を変え、未来に向けた動きをさらに活発化させた。長年にわたり知られてきた社名をあえて変更し、星の彼方にある未来に視線を向けた。シーク&さん。Have you been practicing the script for the VIPs visiting today? We need to impress. Noise from upstairs says they're the last potential bidders for Sevastopol's working Joe rollout. If they go with Weyland Yutani castoffs instead, the jobs Seeks and have allocated for us back on Earth are on the line. Don't screw up. Spreading out.ん？ん？なんか割と近いところに反応が。ん？おかんこのドアを開ける。道は合ってたんだね、どうやら。ん？調達ドロイドを起動して？目的地はこっちか。あれか、調達ドロイドかな。でもあれ襲ってくんでしょ、復活させたら。でもあれだな、あれを起動してなんかやらせるんだな、多分。なんかさ、なんかいるよこれ。あ、いるいる、ほら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 。え、なになに、なんかいるんだって、これ間違いないって。この多分、ほら、ここ入ってこれないんだ。なんかいる、このパイプの裏に。エイリアンか、もしかして。くそ、お前。これ、あ、起動する方法を探すの。あ、電力が足りない。ちょっと入っとこう。ここに入れると。なんかドタドタ言ってんだよな。なんかいるんだよ、間違いなく。この電池ってどうやって補充されるんだろうね。見えないんですけど。うわ、なんかいる。反応が近いな。
これもドロイドだ。アンドロイドみたいなのがいっぱいここになんか眠ってるっていうか置いてあるね。どうやって電力を復帰させるんだろう。今んとこは襲われる気配ないっぽいから。怖え、顔が怖え、顔が。もうちょっと可愛い顔にしようよ。ドラえもんみたいなやつにしよう。あ、なになに、え、やばいやばい、なんかいるじゃん。エイリアン来てる、もしかしてこれ。いるんじゃない、エイリアン。これ。え、エイリアンいるんじゃない、おい、いるいる、バカじゃないの、バカじゃないの。マジかよ。マジ、ちょっとエイリアンいるんすけど。うわ、マジでこれ。これマジで言ってる？うー、マジでこれ、もうふざけんなよ、お前、これ。ちょっと。わわわわわわ、こんなのお前、バカかバカか、お前、お前、なんで俺しかいないところに来るんだよ、お前。もっとあっちに人いっぱいいただろう、お前。あっちにご飯いっぱいあるよ。ああ、遠く行った。あ、振り返る。なんでこっち来たの？バカなの？あ、ちょちょちょ、ここで曲がんない。よしよし。とりあえず奥行こう、奥行ってみる。ね？あ、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 あ。ふざけんなよ、こいつマジで。ちょっとでも、ここは少し強気。あ、あ、終わったかな？終わったかな？終わっちゃったかな？さようならかな？奥行ったな。あの奥になんかあるな。ちょっとふざけんな、こいつマジで。こういう時のノイズメーカーでしょ。いた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 。セーブ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 。ここで本当にセーブしていいのか心配だけど、セーブ。はい、セーブしたー。うー、なにこれ、ハッキング？え？起動する方法を探す。なに、今どうなったの？あれあれ？どういうこと？どういうこと？あ、なんかでもあそこの奥になんかあるな。くすんだよ。これは何、これ、あ、これ触れない。くっ、これ電力いけたのかな。これなんだ、アイテム取っただけ。あ、来て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 。どうしたもんかねえ、これ。いた。な、なになに、右に反応がある、どういうこと。なんか素早い反応が右の方にスーっていった、ってこと。エイリアンどっかに移動したっぽいね、なんかね。やった、やりー。怖い怖い、やめて。電力ないって言われる、やっぱり。でもこっちに目標が指示されてる。どこ、エイリアンどこ行ったんだマジで。スーってなんかどっか行ったね。反応ある、反応ある。カードキーがない。あ、やばいやばいやばい。え、どこいんの、どこいんの。あ、やばい、パカパカ。今そこにいただろ。ふっ、ちょっと。お、
お、来てる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 、来たんだ。あそこのはしごの上かな、臭いのは。方角指示的にはそれっぽいよな。これでも出れないよこれ。出れない出れないよ。あ、でもなんかドタドタ言わなくなった。見てくる？なんか反応あるな。遠い遠いな。なんか遠くに反応がある。よしよし、いないなら、いないなら一回上に見てみたいんだよね、上何があるか。ちょっとそれっぽいぞな。あ、セーブあった。うっうっ、セーブ大好き。よし、これでしばらく食われても大丈夫。これか。これで、あ、違う違う、4つあった。珍しいな、珍しいパターンだった。これでこれでこれでこれか。管理者権限が与えられた。おお、来た来た。お、これでいけんだ。なるほど。え、セーブして、セーブできない。え、マジで。いや、いやの、なんかでかい音鳴っちゃった。ちょっとでかい音鳴らさないで。なんかね、セーブってね、さすがに連発させないためにちょっと封じられてるんだよね。なんかね、間隔を空けてやれよってなってるんだと思う。早速今使ったノイズメーカーの部品を補充しておきましょうか。あとは使いそうなのなんかあるかな。戦闘銀行弾、調達ドロイド、スペティング、俺をクビにした以上そこから降りてきて、そのたるんだ体に鞭打たなきゃならんぞ。セバストポリの操業を停止させた連中は自由に備品庫に出入りできるが、棚卸しの記録をつけておく必要がある。調達ドロイドを使うといい。起動してカプセルから出した後はそいつが仕事をするのはただ眺める。俺と同じだろ。あんたがこのメッセージを受けてる頃には俺はギレンのバーで飲んだくれてるよ。ああ、それと気づいてるかもしれんが、あんたの下で働くのは地獄だったよ。今最高の気分さ、スマイス。クビにされたんだ。アンドロイド検査室近くのエレベーターについてスペティンからまた催促が来た。うちの連中はみんな手がいっぱいで、VIP 訪問日までに修理することはできない。もし優先度を上げてほしいならスペティングに傲慢な態度を改めると伝えてくれ。とは言っても作業自体は簡単だ。必要な部品の場所も俺の頭の中に入って、部品保管庫1列 B だな、1列の B だな。これ覚えておいた方がいいかな。探しても見つからない場合調達ドロイドを使えばいい。あとはもうほっといてくれ。でも調達ドロイドを勝手に動かせば探してくれるかな。なんで死んだ？意味が分かんない。ちょっと待って、調査してみよう。多分ね、あれなんかもやがかかってるんだよね。なんかガスかなんか漏れてるんじゃないかな。多分それで死んだんだと思いますね。そうか、いろんなトラップ仕掛けてやがるな。これ今回初めてのパターンだね。ガスで死んだのはずだ。いろいろ仕込んでらっしゃるわ。こん
畜証明。エイリアンの気配がないうちにとっとと動かしたい。動かしちゃうよ。動かした。ちょっと怖いからこの中に入って。Now, play nice. よいしょ。見てましょう。あ、落とすとする。エイリアンってアンドロイド襲うのかな。確かね、映画本編だとね、アンドロイドを無視する描写があったと思うんだよね。確かビショップっていうやつをなんかあのこう反撃的に襲ったりはしても、なんか人間みたいな襲い方とか。I need a compression cylinder. なるほど、これ言うこと聞いてくれるんだ。よかった、ありがとう。さあ、Just keep the noise down, okay? 静かにね、静かにね、静かにね、気をつけて。エイリアンっていうのがいるからね。あ、なんか垂れてるよ、なんか垂れてる。え、垂れてる。垂れてない。あれ、垂れてない。なんか垂れてる気がしたんだけど。開けて、開けて、開けて。あ、いいね、いいね、お前いいね、仕事できるね、お前。エイリアンをさ、なんかヘッドロックしてさ、おしゃいってやってよ、おしゃいって。うわ、頼もしい、頼もしい、友達いると頼もしい。ん？いや、そこビリビリしてるから無理だよ。ええ、それお前ビリビリしてるから下見えないの。お、マジであいつアホなの。ビリーってなるでしょ、それビリーってなるでしょ。ほら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 、あー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 あああ、なるほどね。仲間はあっという間にいなくなると悲しい、悲しいわ。え、ここ行き止まり、ここから向こうに行けるパティーンじゃないの。まったくよ、分かったよ、行けばいいんだろ、一人で行けばいいんでしょ、分かってるよ。孤独に一人でね戦えってことでしょ。エイリアンといえばね、女性が一人で戦う映画だからね。ほんとね、とんでもない。え、なにこれ、どこも行けないじゃん。なにこれ、どうすんの。あ、なんかあった、これか。うえー、うえー、あ、なに、何が上がったの。あ、なるほど、あ、なるほど、これ、これ、どうすうえー、あ、大丈夫。何が上に何が上に下になったの。振り倒そう。なんだこれ、わけが分からんぜ。でもこの辺の何か動かしてればいい感じになるんでしょ。はい、どうなの。え、何これ、何してんの俺。ここに関係ねえのかな。ここの上なり下の階でなんか影響があることをしてるんじゃない。 B の1列って書いてあるもんね、ここだもんな。今なんかあったな、なんかアイテムがあったな、チラッと。ここまでも上げていく。あ、ロックされた。ここで来ると勘弁してよ。あれ、ロックされてる。あ、上と下だったら動かせる。ん、これ何してんの、これ。何してんのか全然わかんない。これ？これ？これ？むしろ下げた方がいい？これもなんかこの壁みたいなのが動いてるだけに見えるけど。限界まで下げてみる。何が下がってんだ。あ、下がった。こういうことか。もう道ができた。はあ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 、なるほど。下げて、はいはい、これでいける。お、いけそう、いけそう。なるほどね。
この一番奥だ。アンドロイド。今んとこエイリアンの気配はないか。ここだよね。多分。多分上げ下げしてると目的の物が出てきたりするのかな。これか。やった。圧縮シリンダーゲット。で、あ、なんか反応ある。反応ある。後ろに反応がある。よろしくない。一回ここに入ろう。どこに繋がってんの。アイテムがあるだけ？ここいいね。この電池ってどうやって隠すんだろう、マジで。大丈夫なんだ。結構、アイテム、あるんだよね。火炎瓶作っとく？なんか有効な武器になるかな。違う。これもドタドタ言ってなかった？ドタついてませんでした今。エイリアンがなんか事故ってここの上にビリビリってなんないかな。ピギャーってならない。うわ、反応ある。後ろにある、後ろ。勘弁してもう嫌だよ。スーってこう、スー早く効くーっつって。ちょっと 上に一回行こう。上にセーブ、セーブ何をするかって、セーブ、セーブ、セーブがこの世で一番大事。はい、はい、セーブしよう。はい、えい、えいしゃい。セーブをするときだけは俺元気。そこのガスどうやって払うんだろうね。いくつ死んじゃうんだよな。空調をいじれるようななんか装置があれば、もしかしたら空調をいじってね、なんとかなったかもしれないんだけど、わかんねえな。まあね、僕はちょっとちゃんと、なんていうか、自分が出会ったままにね、今回やっていこうと思うので、これだけの冒険ということで、巡り合わせがあれば、行きましょう。サバイバル感があるでしょ。いやーでもほんとね、こんな地獄の中でね、物探しするとか、ほんとなんか2周目とかめちゃくちゃ余裕ぶっこいてないとね、できないよ。人間は、あ、いるね。決してやつらは、あれ？後ろにも反応ある。セーブはしてるからちょっと無茶してもいいよね。状況を知りたい。上だから正面に敵の気配はない。あ、ここ上から見れる位置なんだね。お、セーブがあった。いいね。より無茶ができる。刻むね。だがそれがいい。どんどん刻んでいこう。あんま雑剣部セールストーク。ラッセル、今日の顧客にどんな感じで行こうと思うんだが、こんな感じで行こうと思うのがどうだろう。いいと思う。本日はようこそセバストポリ自慢の人工的ソリューション。その中心地がここです。
その後はシーシテックタワーとアポロコアをご案内しますが、その前にまずアンドロイドの自治体制の例をご覧に入れましょう。アポロっていうのはね、なんかこのマザーコンピューターの名前だよね、確か。ちょっとした修理以上のケアが必要な時、アポロのアンドロイドたちはここにやってきます。集められる場所があるんだ。それがコアなんだ。アポロコアって言ったかな。アンドロイド同士の医療行為が完全な形で行われるのはこれが初めて。へぇ、自分たちを治すんだ。人間による監督は必要ありません。これ厄介だな。コストのかかる外科的訓練も不要です。すべてのデータはアポロにフィードされ、外科的処置、すべての記録は残る。皆さん、これが未来です。共にある明日。これで食いつかなかったらスペティングに吊るされるんだろうな。でもこれすごい話だね。上の連中が部品を看護の棚卸しをご所望だ。まあ使えるものもあればゴミくずもあるかな。ちなみに金額の目安も欲しい。なんか目の前揺れてんだよね。地形だ。そんなこともない。後ろに、あ、何これ、エイリアンだな、多分これ。大体このね、あ、聞こえる、この足音。これエイリアンだね。このなんか、うわ近い。一軒家みたいな中でドタドタしてるような足音は大体エイリアンなんだ。いや、これエイリアンだな。でも俺はセーブしてるか。あ、でもあいつは接触するんじゃねえか、これ。え、接触しない？ってことは俺と同じフロアにいる？センター待ちって。フィーランドユタニ社の技術力、アンドロイド開発部長住まいです。ちょっと待って、入れてる人死んでねえ、あれ。人死んでるよね。やっぱエイリアンがこれ、いや近い、なんか揺れてる。これちょっと割りゆっくり読んでらんないわ。これ読みたい人映すから動画を止めて読んで。近い近い。これで全部かな。もうね、流した。これ暴れてんじゃねえか。あの連中エリアにやられてね。もう近い。これアンドロイドだ。白いね、汁が出てるでしょ。これアンドロイドのね、体液なんだよね。これ戻ってセーブしようか。セーブセーブ。安全に刻んでいきます。よし、これでまた無茶できる。あ、なんだこれ、スモーク爆弾。これやった、新しい設計図ゲット。これゲットしてセーブしたわすぐセーブできないんだよね。この連中は多分まだ生きてる。エイリアンがいるのは間違いないよね。この一体っていうか、この辺りに。強気に歩いていこう。もうセーブしてるからね。このドタドタは間違いなくエイリアンさんなんだよね。ここから降りれんのか。俺、こいつらは無視して、エレベーターに乗れりゃいいんだよね。なんもないかな。うわ、いるいる。こんなとこうろついてたら見られるわ。なんでエイリアンあそこ襲わねえんだろう。さすがに
2、3人の人間に日和るような弾じゃねえだろ。やばいやばい、見られた。やばい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 。マジか。やばい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 。やばい、撃たれて撃たれて。くそ、マジか。あっ、エイリアン来た。エイリアン来たんじゃね。お、ラッキーラッキーラッキー。これエイリアンのあいつらが食われてる間に行こうぜ。これ目の前にいるよ。多分ダメだな。こんな時は。ダメだったノイズメーカー投げたのにな。はい。じゃあね、こっちルートから行きましょうか。やつらと同じ目線ルート。でもな、エイリアンが何のフラグで降りてきたかだよね。銃の音聞きつけて降りてきたんだったらそれで OK なんだけど。ここの上行ったら降りてくるパティーンだったらもう最悪だよね。この子死んでんじゃん。あれ？そんなさっき死んでたっけ？ここでこんにちはってのやめてよ。多分銃ばらしたからエイリアン来たな。でもさっきのは。多分こいつらここにいた守衛のアンドロイド全部始末してなんか制圧したんだろうね、この機体を。で、よし、こうやってやってるとこエイリアンに後ろからズボーってやられたりするのかな。可能性はなくはない。フィンダーをつけます。はい、早く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 、ゴー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 、はい、さよなら、はい、さよなら、うぅー、バイバイ。エイリアンに食われろ、止まれ、エイリアンに食われろ。なんとか切り抜けた。あー、ノイズメーカーもさすがにあれなんだな。真ん前に人間の気配がしちゃったらダメなんだ。おお、セーブあった。セーブ大好き。さっきしたけどね、またしちゃう。わじゃあ、セーブには目がないんじゃけど、めっちゃ人いる。奥にめっちゃ人いた。何見てんのあいつら。あ、なんか、え、なんか後ろにエイリアンが出てない？あそこ。ほら、エイリアンが人を襲ってる。ほら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 。見える？みんな見える？見えない？エイリアンが人を襲ってたから、ちょっと巻き戻してみて。そんなもん俺マジ見てる場合じゃないけど、ごめん。あ、ちょっとなんかでも、え、横エイリアンに食われてたけど、あの二人なんで止まってんの。エイリアンに食われてたよね、横の人が。後ろの人みたいな感じだったの。なになに、エイリアンいたよね今ね。どういうこと、どういうことなのね。真ん中のスイッチかなんか押すのか。押せない押せない、下にできない。あれ見られんじゃない、あそこの下なんか行ったら。
あれは人間じゃないの？何これ、どういうこと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 、よくわかんない。スタッフ管理室行っちゃうよ。エイリアン襲ってたよね、俺にはそう見えたけど違ったのかな。どういうことだってばよ。アンドロイドだから恥ずかしくないもんみたいな感じなの。人間だったっぽかったけどな、頭毛があったように見えたけど、どうか。怖え、長い廊下一番嫌だ。本当でも奴の気配はしないんだよな。多分これ帰り道だな、ここ使わされるのは。おう、セーブあった。ノイズメーカー作れる、いいね。ノイズメーカー大好き。ノイズメーカーが一番生産価値が高いんじゃないかってなんとなく思ってる。それしか使ってないからだけど。スモーク爆弾っていうのもなんか使えそうだね、人間とか。まあ、エイリアンも煙に負けんのかな。いいね、いいね。スモーク発見。アンドロイド整備士への要求。シグソンシンセクティクスの人間にうちのアンドロイドを見てほしい。私は歯科医であるにもかかわらず、この24時間ずっと外傷患者の手当てをしていた。ウェイツは病院から全ての患者を移動させようとしている。けれど誰も事情を説明してくれない。おお。今日のような勤務形態になるのであれば、相応の支援が必要。医療用にプログラミングされたアンドロイドがいるのだが、同じ型のアンドロイドがステーションの反対側で暴走し始めてから停止状態にされている。一体ここで何が起きているんだ。今すぐ人を起こしてほしい。ですれば正式に苦情を入れることになる。それどころじゃないんだよ。多分これエイリアントラブルが起こってるんだよね、きっと。ステーションの反対側で先に起こったみたいだね、なんかね。その関係か、アンドロイドがおかしくなったみたいなこと。おっとっと、この警報か。ん？でも近いな、何かいるな。人かエイリアンかわからんが、何かがいる。人だ。いや、見られたね、多分。見られた。やるしかねえのか。まだ上にいた2人だな。やるか。やるしかないよね。セーブしたからいいよね。よし。問答無用。もしかしたらお前ら俺に対して友好的な人間だったのかもしれない。今はそういう、そんなことをいちいち確認していられる状況じゃねえんだぜ。おそらくここに俺の味方なんか一人もいないだろう。この判断で合ってると思ってるよ。何もない。スクラップだけか。やっぱスクラップって余るな。地下。はい。ん？あれ？これ違うな。これさっきのあの道じゃん。なるほど、こっから裏が取れましたってこと。反応なし。何もないか。電力不足。セーブもない。
ここでいいのかな。これどこ行くの。科学医療タワー、プラズマトーチ、やっぱ行くしかないな、どう考えて。お、進んだ進んだ。